オーラソーマに最初にオーラソーマに出会ったのが20年ぐらい前なんですね。でその流れの中で、311という、まあ、本当に、大変なことが起きた後にちょうど1ヶ月ぐらいだったと思うんですけれども、何ができるだろうと思って、でその時にあったボトルを持って、もしかしてボトルが使うチャンスがあるかどうかは分からなかったけれども、ボトルを持って行ったんですね。で行ったら本当に想像を絶するようなもう光景と、もう人々は本当にお部屋、暗いお部屋でも佇んでいるような形で、誰も声をかけても反応がないような、生きているけれども魂が死んでいるような、そんな状況の中で、ボトルを広げて、で持ってった、ボトルを広げた時はもう何の反応もなかったんですけれども、ポマンダーを左手を開いてくださいって言ってポマンダーをつけたら、少しずつ何これ、あ、なんかいい香りっていうので、一人一人がちょっとスワッとこうふわっと柔らかくなって笑顔になって、なんか気持ちいいっていう、それがこう連鎖して、その時間の流れの中で、最初に置いといたそのボトル、これは一体何なのってこう聞かれて、で大体一人二人とそこのボトルの前周りに集まって、でそれを光景を見た時に、あ、本当に私はオーラソーマをやっていて本当によかったなって思って、その時ほどオーラソーマをやってきた喜びに触れたことはないです。